チャンネルのメイとパパです。今日はうんちポカをやりたいと思います。最近メイちゃんがものすごくハマってるカードゲームです。うんち紹介をやっていきます。はい。1番ミニうんち、2番ハーフうんち、3番並盛りうんち、4番中盛りうんち、5番大盛りうんち、6番特盛りうんち、7番メガ盛りうんち、8番キング盛りうんち。キング大好き。ではゲーム説明をします。はい。遊べる人数は2人から5人です。で、まずカードをよく切って、5枚ずつ配ります。はい、で順番を決めて、いらないカードを捨ててください。で、ここを場、これを山札とします。はい、場に捨てて、山札から1個取ります。じゃあやってみて。じゃあ、いらない数わかりますか、みんな。いらない数をここに捨てて、そのいらない数、捨てた数をもらいます。はい。じゃあこれだと4枚捨てて、それを3回繰り返します。はい。2人とも3回です。で、5人でも繰り返す。出します。私はこれでしたね。で、まあ、今は1回しかやってないから、うん、これで、ある、揃い方をしたら、勝ち。はい。負けを決めますと。はい。はい、じゃあ、その揃い方について、説明します。はい。はい、コンビネーションです。まず、右下に映ってるのが、カップルうんち。同じうんちが2つ揃う。次に、1個目ですね。ダブルデートうんち。同じうんちが2つ2組揃う。次が、トリプルうんち。同じうんちが3つ揃う。次が、左下ですね。うんちステップ。5つのうんちが順番になる。次がうんちファミリー。同じうんち3つと同じうんち2つの組み合わせ。次がうんちカルテット。同じうんちが4つ揃う。次、一番強いやつですね。パーフェクトうんち、同じうんちが5つ揃うです。で、同じコンビネーションだった場合は数が多い方が勝つよということです。はい。次に重要なトイレカードについてです。このトイレカードを持っている人は自分の手札交換の時、好きな相手に渡すことができます。トイレカードを渡された人は手持ちのうんちカードが流されてしまいます。手札をすべて捨て、山札から新たに5枚引いてください。で、トイレカードを渡した人の手札が5枚になるように山札からカードを引いてください。トイレカードは使わずに他のカード同様に捨てても OK。最後の手札交換でトイレカードを引いたときは交換できないので注意です。じゃあ1回勝負してみましょう。はい。はじめ。何が出るかな。お、結構いいやつ。はい、目からいいよ。イエーイ。じゃあ1枚。うん、1枚でいいんだ。ね、1枚でいい。じゃあパパは3枚交換しています。メイ、あれそういうこと。メイちゃんも1枚引いてください。足らないはずです。1枚引いた。ああ、そういうこと。2枚引けばいいのか。じゃあパパは3枚。はい、メイちゃん最後のやつ。うん、あれ見えてる。
それくらい。本当はダメだけど。いい。何枚あるの？5枚？そう、OK。じゃあパパはパスもいいらしいんでパスです。いいね。線あるかな。いい？じゃあ出してみましょう。はい、せーので。パパはですね、これ。わかんない。あ、私ね、7、8、8、8。これパパ結構強かったんだけど。8。まさかの。パパ、ステップうんち、うんちステップだったんだけど、メイちゃん、うんちファミリーで、メイの勝ちだ。やったー！ガチでやったの。しかも、勝ったと思った、パパ。はいはい。パパは、パスの色ですね。パスです。いいねー。線あるかなぁ。いい？出してみましょう。はい、せーので。楽しいからみんなやってみてね。楽しみ。それでは流せます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ、キングウンコ。バイバイ。